マには音楽がある、音楽にはドラマがある。男と女が織りなすドラマと音楽のタペストリー、ドラマってムジカ。ねえママ。なに、タッキー。本当に冷房マックス冷やしてる？全然涼しくないんだけど。これ以上は無理なのよ。建物も古いし、冷房設備も古いからしょうがないの。大丈夫？お客さん来なくなっちゃうよ。大丈夫よ。うちはあんたみたいなタフなお得意さんがたくさんついてるから。汗かきながらカレー食べに来る人もいるぐらいよ。ド M じゃんそれ。あんたもその口なんじゃないの？じゃやめてよ、変な決めつけするのは。だってそうじゃん。振られても振られてもなかなか懲りない女、滝沢紗恵子。むしろ振られることに快楽を覚えてるんじゃないかって疑っちゃうくらいだわ。バカ、なわけないでしょ。どこにそんな振られたがりがいるもんですか。わかんないわよ。世の中いろんな人がいるからね。えまあわかんないけど、少なくとも私は違います。あらそう、つまんないわね。つまんないっておかしいでしょ。でもさ、あんたの振られた男の記憶を喪失する能力ってのもなかなか珍しいわよね。だからそれは違うじゃん。振られた男の記憶じゃなくって、覚えておく必要のない男を記憶から消してるだけだって。あらそう。だから大橋くんにも私が一方的に好意を寄せてただけで、思いを伝える前に彼に彼女ができちゃったわけだから、表立っては振られてないわけだしね。そっか、別にこっぴどい振られ方ってわけでもないわね。でもさ、じゃああれはどうなの？表立っては振られてないといえばあったじゃない、例の。なんだっけ。でもさ、バレンタインデーって子供の頃は一大イベントだったな。セーフ、まだ誰も降りてきてない。よし、三組の下駄箱はどこだっけ。二組、ここか。三組で佐藤、よろしくお願いします。私は昨夜何度も書き直した手紙を憧れの佐藤くんの下駄箱の中に忍ばせて、神頼みするように手を合わせた。自分の素直な気持ちと、もしよかったら読み終わった後体育館の裏に来てほしいということをしたためた手紙に願いを込めて。あんた漫画みたいなことしてたのね。だってさ、そういうやり方が一番インパクトも強いだろうし、効き目も抜群かなと思って。まあ手紙ってのは確かにドキドキするわよね。高揚感でしょ。当時から作詞だったってわけね、タッキーは。そういうこと、演出でなんとか持ってこうというタイプだから。それで佐藤くんは体育館の裏には来たの？佐藤くん、手紙読んでくれたかな。そろそろ現れてもおかしくないんだけどな。え、まさか手紙入ってることに気づいてないとかないよね。いやいや、それはない。スニーカーのところに目立つように刺したから絶対気づくはず。ってことはスルー、読んでスルー。嘘だ、それは勘弁して。せっかくチョコレート持ってきたんだから、せめて受け取って。おーい、あれ滝沢。あ、先生。何やってんだこんなとこで。え、私ですか？お前しかいないだろう。ですよね。いや、そのなんていうか、散歩？そう、散歩してたんです。あ、学校の中をか。そうなんです、散歩コースにちょうどいいかなと思って。滝沢、お前大丈夫か？はい、全然大丈夫です、元気です。どうでもいいけど、お前部活もないんだから、こんなとこでブラブラしてないでさっさと帰れよ。じゃあな。
あと、明日チョコ持ってくんなよ。いいな。はーい。え、まさかそういうオチとか言うんじゃないでしょうね。担任に見つかっちゃってさ、体育館の裏で散歩とか行ってるやつ、絶対おかしいよね。現れたのは佐藤くんじゃなくて、担任でしたってね。ママ、違うのよ。話はまだ終わってないの。うん、ダッキー続けて。心臓止まるかと思った。佐藤くん、早く来てくれ。このままだと、また担任が巡回に来てしまうかもしれないんだ。滝沢さん？え？これもそうじゃない？そうね。表立っては振られてないけど、恋に破れてるわね。でも大橋くんと違って、こっちの佐藤くんの記憶はちゃんと残ってるっていうね。ほんとだ。なんだろう、この法則性のなさ。振られ体質を改善する糸口をなんとか探ろうと私なりに考えてきたんだけど、ますますあんたがわからなくなってきたわ。ママ、私どうしたらいい？ごめん、タッキー。わかんない。